はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は周年の新規サーバントなんか演出ねえかなということで、まあ過去あったガチャの演出ですね、それについて紹介していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、早速見ていくんですが、特殊演出があったキャラクター、まあとりあえず今からいきなりポンと出します。はい、各サーバントなんですが、特殊演出があったキャラクターはこの3機となっております。まず水着のキアラさん、ムーンキャンサーで1つ目、そして周年で実装されたアルクウェイド、これでムーンキャンサー2機目、そしてビーストという新クラスで3機目のドラコっていう感じですね。まあこの子たちに関して、まあいろんな演出がポンポンポンっていうのであったんですが、めちゃくちゃいいんですよ。はい、まあ特に個人的に気に入っているのがドラコーなんですが、まあ初めにムーンキャンサーの、まあ、実装された順ですね、キアラさん、アルク、ドラコーの順で見ていこうかなと思います。でこれね、過去の、自分の動画ですね、それを切り抜いてとりあえず初めは話していこうかなと思うので、なんかいろいろ俺喋ってたりとかするんですが、そこだけご了承ください。では、スタートしていきましょう。ポチッと、音声自体はねオフにしているということで、まあここには入ってはいないんですが、まあ初めキアラさんですね。まあキアラさんのこの演出かっこいいんだよね。なんか黒ずんで全部食べていきますみたいな、この演出が個人的に、なんだろう、闇的な演出で結構好きかもしれない。まあやっぱりキアラさんの演出になった際に、まあドンって言うんだろうな、まあもともとこの子ビーストなんですよってなったら、まあそうだよねっていう話になるので、まあ BB を完全的に、食って闇落ちして、まあ姿勢自体が逆になってるって感じかな。ムーンキャンサーのプラスカード自体が BB ちゃんモチーフなんですが、それと左右反転になってるということで、いい対照的な組み合わせになってるんじゃないかなって思います。でそして次、次はアルクですね。アルク見ていきましょう。ポチ、このポチは動画をスタートするためのあれです。もうなんか編集点みたいなもんです。でここに関してこの演出もいいよね。なんかパーンってなってさ、もうマジ幻想的みたいなやつからの歩くということで、まあアーキタイプアースとして初めは実装されているんですが、歩くとしてポンってくるっていうのも結構いいなって感じはする。でキアラさんが完全的に汚染みたいな感じで食べたっていう感じなんですが、黒を主体で乗り換えたみたいな感じになってるんですが、アルクに関しては乗り換えたっていうよりもやってきたよみたいな感じの別次元からやってきてる、この幻想的な色合いだね。なんかそういった意味ではなんかかっこいい寄りになるのかなって思います。まあアルク自体のイラストがどちらかっていうと、これなんて言うんだろうな、本当に両手広げてきたよみたいな感じになっているんで、そういった意味ではちょっと珍しいのかなって思ったりしてます。まあただあれだね、月のガンっていうよりも後ろ側にね月がちゃんとあるんで、まあある意味ムーンキャンサー月のガンなんですが、ガンっていうよりも月そのものになってるのかなって個人的に思ったりしてます。あと色合いが多分ちょっと暗いのかな、ザ金色っていうよりも少しちょっと暗めになっているんで、この色合いの違う感じも結構好きだったりしますね。でラスト、ドラコーですね。ドラコーに関してなんですが、どこが編集点だ、ここだ、今からスタート、ポン。けどドラコーの演出が一番あれなんだよな、びっくりしてテンションは上がるんだよな。停電してバーンってなってね、ビーストが出てきて、そのまま召喚されるという感じなんですが、この演出は正直かっこいいよ。うん、かっこいい以外の言葉が見当たらないぐらいにかっこいいなって正直思います。やっぱね、ドラコーのこの停電する演出っていうのがシンプルにかっこいいんですよ。基本やっぱ光ってキュイン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 バーンって感じだと思うんだけど、そういうのではなくプーンって言ってね、なんかいろいろ赤色のやつがもうバーンって出てきてさ、もう
完全的に召喚システムを乗っ取りました、あのエラーが発生しましたみたいな感じでポンって出てくるんで、これはね誰が見てもかっこいいなって正直思う。でかつねビーストのクラスで、これイラストですねだけを見るとめちゃくちゃあドラコーだっていうのはわかるんですよ。まあ第三サイリン、あ、まあどちらかっていうとアーケードのドラコーだっていうのはクラスカード見たらわかる感じになっているんで、まあ今後もし仮に違うビーストが実装される際はまた新しいクラスカードで来るんじゃないかなって思ったりしてます。でよく見るとね本当に足があって、髪の毛ではないんだけどなんかドレスっぽいやつがバッてあって、上を向いてね実装されてるということで、まあこれもこれでかっこいいなって感じだね。まあ色合い的には結構金色の率は高いって感じか。ただドラコーの一つ良くない点としては二次演出はハズレです。はい、アルクとキアラさんに関しては二次演出が来てそこからさらに演出が入るという感じなんですが、ドラコーは二次演出が来た時点でアウトってなってしまうんで、そこちょっと嫌だなって思いました。うん、やっぱりガチャの演出って俺なんだろう、ランクアップ召喚みたいなんがあっていいと思うんですよ。あの銀が金にバチバチして召喚されるとか、まあ何もないのに急に光ってとかね、ん？両方とも同じこと言ってるか、まあそういう感じで何か演出があってからの演出があるとやったーって話になるんですが、もうドラコー自体二次演出が来るとてか停電しないとサーバントとして実装されないんですよ。虹できた、つまり他のサーバントだなって分かってしまうのは正直ガチャとして俺は面白みがないって個人的に思ってるんで、ドラコー自体の演出は結構好きなんですが、虹演出が来た後に数秒経ったらプローンって言って停電してそのままドラコーが来てくれるみたいな、ちょっとガチャの時間自体は長くはなってしまうんですが、そういう感じで来てくれた方が俺個人としてはちょっと嬉しかったなーって思ったりしてます。まあやっぱ実際本当に停電しないとドラコー自体は引けないんで、無印で金バチバチが来るかとか何も演出なしで来るかって言われると来ないキャラクターとなってるんで、まあそこは今後のガチャで実装されるタイミングで、まあビーストが多分今後も実装されていくと思うんで、まあそこら辺は何らかしら変わっていてくれると個人的に嬉しいなっていう感じです。はい。で、各ね、ガチャ演出軽く見てきたんですが、こんな感じです。はい。で、かつ、まあドラコが一番演出としては奇抜になっていて、アルクとキアラさん自体は同じって感じになっているんですが、今年仮に大統領ですね、オルガマリーのビーストが実装される場合、特殊演出が来る可能性っていうのがあったりします。でかつクラスカード自体も変わっている可能性っていうのがあったりするので、ここはちょっと楽しみに周年待っておこうかなっていう感じかな。まあただ俺の予想はどちらかっていうとアベノ生命が実装されると予想しているんで、特殊演出みたいなのがあるかって言われるとないって思ってはいるんですが、まあ来たら来たらで絶対テンションが上がるんで、まあここら辺に関しては後々にまた新しい演出が今後も増えていくっていうことを祈りながら8周年待つというのでいいんじゃないかなと思います。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.